急ピッチで建造している中国空母003型ですが、中国の軍事専門誌が空母打撃群を構想しているのをキャッチしました。今回は003型空母の使用について詳しく見ていきます。米空母を真似ているんでしょうが、本当にカタパルトを使えるのかな。2021年7月1日に中国共産党は創設からちょうど100年目を迎えたが、この春先に表明していた通り、西側諸国のいたずらな敵外心を煽ることは控えた模様で、軍事パレード等の催しは実施されていない。それでも軍事力の増強は着実に進めてきており、特に海軍では2012年に就役させた遼寧、2019年に就役させた国産初の3トンに続き、国産2番目の003型航空母艦を建造中とめされている。遼寧はもともと旧ソ連が建造を始めた航空母艦だったが、同国の1991年の崩壊に伴い、未完成のままウクライナ海軍が保有していたものを中国系企業がスクラップとして購入、完成させた艦艇だ。この遼寧をベースにして国産の3トンの建造を中国は言ったが、両艦ともいわゆるストバー方式であり、初艦は艦首部分のスキージャンプ台で行い、着艦にはアレスティングワイヤーを用いる。このため艦載機の離陸重量はカタパルトでの射出方式よりも軽量にためざるを得ず、したがってそれは燃料や兵装の搭載量が少なくなることを意味しており、艦載機の攻撃力や行動半径を低下させている。この問題が前提にあっても、カタパルトの実用化や運用には高度な技術力とノウハウの蓄積が必要であるため、アメリカ海軍の航空母艦以外にはフランスのシャルル・ド・ゴーレのみの採用に止まっていた。これが中国の新型航空母艦である003型からは実装されると見られており、かつそのカタパルトの駆動はアメリカ海軍の最新鋭航空母艦ジェラルド・ R・ フォード同様に電磁式となるとも言われている。アメリカ海軍はジェラルド・ R・ フォード以前の航空母艦では蒸気式のカタパルトを運用しており、長年のこの運用経験を経てようやく電磁式の採用に至った経緯がある。それでもジェラルド・ R・ フォードは新機軸であるこの電磁式カタパルトの不具合解消に時間を要し、また兵装用のエレベーターの動作不良などの対策には未だ手を焼いている段階とみられる。そうした状況を考慮すれば、カタパルト運用そのものが初の取り組みとなる中国海軍が一気にこれを実用化できるレベルにまで到達させられるとは考えがたいと指摘する声も多く聞かれる。ただし003型航空母艦とおぼしき艦艇は建造を担当している恵南造船の敷地内で、アメリカの衛星写真を扱う企業プラネットラブズ社によって2021年6月に撮影されており、2021年中に浸水すると予測されている。この003型航空母艦を中国は少なくとも4隻は建造する計画とみられており、これまでにすでに1番艦と2番艦の2隻が寄港されており、2024年中には1番艦が就役するのではないかと考えられている。これまでの遼寧は基準排水量5万3000トン、満載排水量6万トン、全長305メートル、全幅38メートル、3トンは基準排水量5万5000トン、
満載排水量7万トン、全長315メートル、全幅38メートルと推定されていた。これが003型航空母艦では、数値的に推定値ですら羊判明ではある。ものの、満載排水量はおよそ8万5千トンを超すとみられ、したがって全長、全幅ともに3トンより拡大させているとめされている。また、現在建造中の003型航空母艦では、従来通りの通常動力型の機関部の搭載だと考えられているが、以後の建造墳からは原子力推進型に変更するとも言われており、その研究も続けられているという。原子力推進は、003型航空母艦が獲得した場合、使用上では雨。以下の大型原子力航空母艦に非常に近づくと言えそうだが、先の電磁式のカタパルト等、実用化はそう容易ではないだろう。また現在の遼寧や山東は、最大でも約70機ほどの艦載機数となっているが、艦隊の大型化に伴い、003型航空母艦では、100機弱の搭載数にまで増加する可能性があると考えられている。ただし、遼寧や山東が艦載機としている戦闘機は、両艦のスキージャンプ式の発艦方式に対応させた GA-15 で、ロシアのスホ、イ-33 を、ベースに中国が開発した機体だが、ステルス機ではない。アメリカの大型原子力航空母艦も、現在の主力戦闘機は、依然として、第4、5世代機である FA-18 だが、前述のように、カタパルト発艦のため、中国の GA-15 よりも、兵装、燃料ともに、多く積載可能だ。これに加えて、アメリカ海軍では、第5世代ステルスの F-35 ライトニング2の航空母艦仕様である C 型の実戦配備を進めており、艦載機の性能の面でも、その優位性は、まだしばらくは維持できると思われる。しかし、ここに来て、中国初のステルス戦闘機、J-20 に続く2番目の機体と目されていた、信用引き工業集団が開発中の GA-31 に、主翼の折りたたみが可能な海軍仕様の J-35 が存在することが明らかとなった。003型航空母艦にし、ロ J-35 にしろ、未だ、実用化までには、しばらくの時間が必要であるため、喫緊の差し迫った脅威とまでは言えないものの、アメリカ以外の国では、もはや対峙不可能な戦力を中国は、整えつつある。